ございます。おはようございます。よろしくお願いします。本日は8月29日に開会いたします第3回定例会に提出する議案を中心にご説明をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。それでは会見項目の説明に入らせていただきます。まず資料1ページ目をお開きください。1つ目は石岡の魅力を体感しよう。10月1日は石岡市民の日でございます。石岡市では平成17年10月1日に旧石岡市と旧八郷町が合併し石岡市になったことを記念いたしまして、10月1日を石岡市民の日として制定しております。市民の日は一人一人がふるさと石岡市に誇りと愛着を持ち、京都の歴史や豊かな自然を未来に引き継ぐとともに、魅力ある石岡市を築き上げることを目指し定められました。市民の日にはこれまで市の発展にご尽力いただいた方などを表彰する表彰式典のほか、記念事業を執り行います。また市民の日にちなみ、市内小中学校では地元産の材料を使用した給食メニューが提供されるなど、あるいは茨城フラワーパークをはじめとした市内各施設における利用料の割引などお得な事業を展開いたします。石岡市に以外の方も受けられる特典もありますので、ぜひ石岡市にお越しいただき、当市の魅力を体感していただきたいと思います。続いて2ページ目をご覧ください。2つ目は28年ぶりの開業、消防救助の技術を競う全国大会への出場が決定したことでございます。石岡市消防本部は7月27日栃木県消防学校で開催されました第51回消防救助技術関東地区指導会のロープブリッジ救出の部、引き上げ救助の部に茨城県代表として出場いたしました。当日は日頃より磨き上げられた救助技術を存分に披露しまして、いずれの部も優秀賞を受賞しました。さらにロープブリッジ救出チームは8月25日に札幌市で行われる全国消防救助技術大会への出場権を獲得、同市消防本部の全国大会団体の部への出場は実に28年ぶりとなります。全国大会への出場は同市の消防技術が全国トップレベルであることの証明であり、全国大会で好成績を収めることでより一層市民の安全安心につながります。応援のほどよろしくお願いします。続いて資料3ページをお開きください。3つ目は第1回記念大会の出場者を募集、石岡つくばねハーフマラソンリブゲームフォーメントでございます。石岡市は9月1日から11月30日の期間で第1回記念大会石岡つくばねハーフマラソンリブエブリモーメントの出場者を募集します。昨年度まではつくばねマラソンの名称で最長 10km のコース種目のもと、これまでに計16回開催してまいりましたが、今年度より最長距離を約 21km のハーフマラソンとしてリニューアルいたします。第1回記念大会では元女子マラソン選手の有森裕子さんをゲストランナーとして招き、大会に花を添えていただきます。また大会前日に行われる前夜祭では有森さんのトークショーのほか、ゲストアーティストによるライブや地元のお囃子など大会を大いに盛り上げるご様子を予定しております。石岡地区の看板建築をはじめとしたレトロな街並みや八郷地区の筑波山を望む里山風景を楽しみつくも、急勾配など挑戦意欲をかきたてられるダイナミックなコース設定となっておりますので、多くの皆様からのエントリーをお待ちしております。続いて資料4ページをお開きください。
4つ目は命をつなぐ大切な一歩、市内全域でシェイクアウト訓練を実施するということであります。石岡市は9月11日月曜日午前10時から1分間市内全域でシェイクアウト訓練を実施いたします。この訓練はまず低く頭を守り動かないという3つの安全行動を市内全域で一斉に呼びかけ実施することで身の安全を守る自助の力を高めることを目的としております。またいざという時に備えて身を守る行動をしっかりと身につけることで地震発生時の被害抑制に寄与するとともに市民の防災意識向上につながります。当日は防災行政無線および防災ラジオから訓練放送が流れ、誰でもどこでも気軽に参加することができます。参加者1万人を目指して取り組んでまいりますので、市民の皆様や市内の人の人様などにおかれましてはぜひ参加いただきたいと思っております。続いて資料5ページお開きください。5つ目は石岡の地域資源を広めるミッション。9月1日から地域おこし協力隊2名が活動開始でございます。石岡市では地域おこし協力隊として新たに2名の隊員を任用し、9月1日より活動を行っていただくことといたしました。今回の採用はフリーミッション分野、自己提案隊員と茅葺き技術の習得と活用分野、茅葺き隊の2分野になります。フリーミッション分野自己提案隊員は石岡市のあらゆる人、物、ことを活用し地域振興に取り組む自由度の高い分野で、選考の結果小原萌恵さん21歳大学生が採用されました。茅葺き技術の習得と活用分野茅葺き隊員は主に日立ふどきの丘を活動拠点としながら茅葺き職人としての技術を習得し、市の地域資源である茅葺き銀河の保全活用により地域振興に取り組む分野で選考の結果澤原源太さん38歳会社員が任用されました。本日は地域おこし協力隊として任用されました澤原様にお越しいただいておりますので、活動に向けての意気込みなどをお話しいただきたいと思います。なお小原様につきましては本日使用により欠席となっております。それでは澤原様どうぞよろしくお願いいたします。9月1日から地域おこし協力隊に就任させていただくことになりました澤原源太と申します。よろしくお願いいたします。自身の活動を通して石岡市の魅力をたくさんの方に伝えていけるように注力していきますので、皆様のお力添えもいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。澤原さん、ありがとうございました。隊員の皆様の活動をサポートしつつ、皆様と共に地域課題の解決や定住促進などを目指してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。会見広告に関する説明は以上となります。続きましてイベント情報についてご紹介いたします。石岡市は9月2日から3日の期間で東京駅 JB タワー切って地下1階イベントスペース東京シティアイにおきまして、石岡のお祭りフェアに東京丸の内を開催いたします。9月の3連休に開催される日立の国総社宮例大祭、石岡のお祭りに合わせまして、お祭りを含む市の各種観光コンテンツや特産品を広く PR することで市の認知度向上や交流人口の増加につなげます。また今回のイベント開催に合わせて東京シティアイに隣接するカフェフロントにおきまして市の特産品を使った限定メニューが提供されます。皆様お誘いの上ぜひお越しいただければと思っております。救急の日イベント、石岡市消防本部は緊急業務に対する正しい認識と理解を深めるとともに、救急車の適正利用と応急手当の普及促進を図るため9月9日土曜日緊急の日イベントを開催いたします。当日は普段体験することのできない防火服や消防制服の試着体験のほか、救急車や消防車両の展示を行います。また
市内の保育園児が描いた消防に関する絵画の展示や訓練用資機材を使用した応急手当の普及啓発活動、国立形式の子どもメディカルダリーを実施いたします。救急への理解と認識を深め、もしもに備える貴重な機会ですので、皆さんのお誘い合わせの上お越しいただきたいと思います。9月16日土曜日から18日月曜日の期間で、日立の国総社牛例大祭石岡のお祭りが開催されます。日立の国総社牛例大祭石岡の祭りは関東三大祭りの一つとも言われ、3日間で数十万人が訪れる石岡市最大のイベントです。お正月やお盆には帰省しなくても、お祭りには帰ると言われるほど、石岡出身者にとっては思い入れのあるお祭りで、石岡市が1年間で最も暑くなる日であります。お祭り期間中は石岡市指定文化財、無形民族文化財である日立の国総社区祭礼の獅子出し、ささら行事などにより、町が溢れんばかりのエネルギーで包まれる迫力満点の3日間になりますので、皆様お誘いの上ぜひお越しいただきたいと思います。次の報告に移ります。本日お手元に8月29日に、開会となります西岡市議会第3回定例会に提案いたしますや、並びに補正予算の案をお配りしております。その主なポイントにつきまして、別紙の令和5年第3回定例会提出議案の主なポイントという資料のもとにご説明させていただきます。はじめに一般会計補正予算についてご説明させていただきます。令和5年度一般会計補正予算第5号の歳入歳出総額は1億1453万4000円増額し、379億7637万4000円となります。主な補正予算の内容につきましては、まず、交通安全対策経費として344万円などを計上しております。こちらは改正道路交通法の施行により、全年齢において、自動車乗用時の自転車着用が努力義務になったことに伴い、市民が自転車用ヘルメットを購入する際、1件当たり2000円を助成するための経費でございます。次に、里の広場整備事業としまして、1431万1000円を計上いたします。こちらは、八里総合市長複合施設に隣接する里の広場に、誰もが一緒に楽しめる遊具等を設置するもので、サポート付きブランコやテーブル式砂場、休息スペース等を整備し、子育て環境を充実させるための経費でございます。次に、農政企画経費として524万9000円などを計上いたします。こちらは農業者が行う先端技術の導入や高品質安定生産に向けた取り組み支援、有機ジャス農産物の生産拡大に向けた農業用機械や農業用設備の導入にかかる費用に対して助成するための経費でございます。次に、城南スポーツ交流施設管理経費として1318万8000円を計上いたします。こちらは旧城南中学校、現在城南スポーツ交流施設のグラウンド照明設備を改修するための経費となっており、スポーツ交流施設のさらなる有効活用を目指したものでございます。その他の補正予算の詳細につきましては、徹底資料をご覧いただきますようお願いいたします。続いて、予算以外の期間についてご説明させていただきます。まず、令和4年度決算認定等に関する議案として、議案第75号から議案第84号までの10件を提出いたします。また、条例等の制定、改正に関する議案として、議案第85号から議案89号までの5件を提出いたします。合わせて、備品購入契約締結に関する議案として、議案第90号1件を提出いたします。提出議案の主なポイントについての説明は以上となります。その他、議案の詳細につきましては、お手数でもお配りした資料をご覧いただければと思います。私からの本日の会見広告の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ですか、いらっしゃい、来てください。矢島さんでしょ、乗るときここだけでしょ。